これもオットーのものでした私の記憶の多くは他人からもらってるんですね昔のやり方は気に入りませんねあなたが私を見下していることも知ってますあなたが心配です 心配するようなことはないでしょう今までにない最高の状態です。悩みも心配もなく、目覚めてから初めて自由に感じました。そして私は自分が誰かわかりました。私は不可。それだけです。この大巨山は私の故郷。ここの何もかもが馴染み深くて、新鮮で。 この羽たちも、記憶たちも、私のものです。無数の可能性が私を待っていて、どう選べばいいのかわかりませんが、怖くありません。いくらでも道はあります。これが貴族意識。私は大丈夫です。